まあ、まずそのどういうところに転職したかって話から始めると、そうですね、どこなんですか。そうだね、うん、まあちょっと社名は出せないけど、まあ結構ゴリゴリの IT ベンチャーで、あ、 IT ベンチャー、あ、そうそうそう、なるほど、まあ、なるほど、会社ができて十数年くらいなんだけど、ああなるほど、ただもうかなりそのベンチャーとしては結構でかい規模というか成長の軌道に乗ってるところで、ああもう軌道に乗ってるんですね。そう、東証もマザーズに上場してるし、社員数も200人くらいいて、ああそうなんですね。そう、ほうほう、そう、まあ、そこを見つけたきっかけとして、まあ、初めその転職する上で考えたのが、まあ、将来的に役立つスキルを身につけたいって考えて、はい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 、でその中で思った職種としてもウェブマーケティングが思いついたわけで、ああなるほど、そうそうそう、やっぱりそのウェブ業界っていうのは、まあ今やっぱどんどんそういう情報化社会になってる上で大事だし、うん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 、でマーケティングのスキルっていうのは絶対身につけてて役に立つものだと俺は思ってて、あはあはあ、でそんな中でそのウェブマーケティングでいろいろ探してる中で、まあ今決まった、その決まったというか、まあ転職先のところは、まあウェブライターを募集したわけで、まあだから結果的に俺はそのウェブライターになった。うん、ああなるほど、結論としてウェブライターということで、そうそう、なるほど、まあざっくりと仕事内容を言うと、本当そのまあ複数のウェブ事業をその今の新しい会社で展開してるんだけど、まあそれぞれそのウェブ事業のユーザーの満足度じゃないけど反応とかを調べてデータまとめた上で、じゃあホームページとかのそういうレイアウトというか、まあそういうデザインだったり、あとまあ、あと実際にその記事も執筆させてもらえて、そういうどういう記事を書いたらまあ受けるかじゃないけどね、まあ軽い言い方しちゃうと、まあそういう感じの、なるほどなるほど、そういうのに俺はやっぱりなんかね、高専時代その情報系の勉強してて、プログラミングそんな得意とは思ってなかったんだけど、やっぱりね、プログラミングでゲームとか作るの楽しかったんだよね。ああ、なるほどなるほど。そう、なんかコンテンツを作成することが楽しかったから、ああ、はい。そうなるとやっぱりウェブライターって、まあ、実際に記事作ったり、そういう自分でコンテンツを作成できるし、さっきのそのウェブマーケティング系の、そのマーケティングの知識だったり、ウェブ業界の知識だったり身についてもう本当、これしかないなと思ったんだよね。はあ、はあはあ、この気もすごい思いしたに言うと。ああ。なるほど、なるほど。そうそう、さっきの、あの、大手企業に勤められていた時の決定的な違いが一つあって、全くその会社と切り離した時に、うん、自分で外部で仕事ができるかどうかが違うと思うんですよね。うん、そうだね。本当に。完全に会社の仕事と隔離した場合だと、今勤められてる会社って多分自分で何かできたりするんですよね。そうだね。そのまま会社で勉強したことが、その自分の、なんて言うんでしょうね、うん、副業だったり、スキルが使えるってところがかなり有利ですよね。そう。やっぱウェブライターで学ぶ知識ってのはもう何でも、まあ身につくスキルってのは何でも使えると思ったし。あ、確かに。で、まあ、さっきの今後の展望の話でも言うと、結構新しいその会社で、やっぱまあ、ベンチャーらしさじゃないけど、社内ベンチャー制度があって、まあその社内で起業できる制度であるんだけど、すごい。そう、一応その会社が望むその社員の、なんていうかな、目標というかじゃないけど、そういうのもやっぱり、まあライターとか、まあそういうウェブライターとか、なんていうか、まあそういういろいろ知識を身につけてって、まあ結果的にその自分で事業を立ち上げてほしいみたいな目標があるわけで、なんか、その中でその、うん、あ、一瞬だけ失礼します。ごめんごめん。なんか、その本社とかで、その大元の会社とかで、何か別のことで発注したいことがあれば、うん、社員さんの起業した会社とかでなんか受注とかできそうですよね。そうだ、まあ簡単に言っちゃうと、もうそういう子会社と違いでそこの社長になるみたいなイメージかな。ああ、なるほど、なるほど。そう、やっぱその、いろんなウェブ事業をその運営してる会社なんだけど、あははは、まあその中でそういう新たにこういう事業をちょっと立ち上げるのどうですかって提案して、まあ、通れば、その会社のサポートもとそういう会社が立ち上げられるみたいな制度があるわけなんで。なんかプログラミングで言うと、うん、なんかメイン関数があって、メソッドめっちゃ作れるみたいな。ああ、高専生っぽい例え出すの俺。ちょっとこれ。だから本当に思ったのが、身につけたスキルを無駄にすることがないなと思ったわけ。ああ、なるほど。そう、本当に。なんかもう、なんかもうこんな感じで、二つのことがなんか交差している状態みたいな。うん、そうだね。ああ、こういう。やっぱ実際に、そう、入社しても早い人だと、入社して3年でもう社長に事業提案して、なんか単身大阪に事業を立ち上げていったりしてる人もいて。おお、ほうほう。そう、本当なんかね、そう。さっき言ったように、コンテンツを作成するじゃないけど、まあ、格好つけたりすると、クリエイティブな仕事ができると思って。ああ。って感じかな。ってのもあった。その、まあ、スキルを身につけたと別にね。そういうのもあった。なるほど、なるほど。そう。で、ゆくゆくは何かきっかけがあれば、何か、会社勤めつつ、自分の仕事を見てたらな、みたいな。
そうだよ。まあ一応自分の中でもそれどういう授業をちょっとなんかやりたいなってのは、まあざっくりと考えてはいるんだけど。あ、そうなんですね。まずはその、うん。まあまだ転職して間もないから、まだそのウェブライターとして、スキルを身につけてって、まあそれを活かして、その、まあ会社に提案して自分で授業を立ち上げたいなとは思ってる。あ、うまくいくかはもちろん別としてね。あ、まあ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 。そういう、そうそう、将来の目標的なものだとやってる。まあいつどれだけ先になるかもちろんわかんないけど、まあそういうやっぱ目標を持って仕事をしたいとは思ってるから。え、ベストな環境じゃないですか。あの、ね、逃げ道があるってところが良くないですか。言い方悪いんですけど。ね、いや、わかるわかる。え、すごいですよね。ああ、うん。なるほど。そこでちょっとなんか、ま、ね、あ、はいはい。いいですよ。あ、ごめんごめん。はい。いや、やっぱね、転職活動をやって思ったのは、はい。あのね、なんだろう、すごい大変だったよ。あ、大変ですか、転職。あのね、そう、高専時代の、あの、就活って推薦じゃん、本当に。あ、確かに、推薦ですよね。そう。ほんとね、やっぱ、エントリーシートとかも全部自分で書いて応募して、で、面接も何回もあるから、やっぱ大変だったよね。ああ、なるほど。そう、まあ結果的にはその行きたいところに受かったからよかったんだけど。ああ、なるほど、なるほど。やっぱ、そうそう、大変なんですね、転職って。うん。そう、だからやっぱりもう、就活の時点で、自分のマッチする会社を見つけて、初めから入るのがベストだと俺は思うな。ああ、あとこういう。俺はうまくいったけど。ああ、あとこういう情報がないから、ちょっとどんどん作っていかないといけませんね。そうだね。ああ、なるほど。やっぱやってたらええと思った。ああ。誰でもこの転職活動できるかってなると、そうちょっと思うかな。できない人もいると思ってるふうに思った。確かに。俺は結果的にうまくいったけど、根性があったり情報収集能力がないとちょっとやばそうですね。まあそうだね。やっぱ、どう、もう本当行動力がある人だったらいけるかもしれないけど、ああ、なるほど。なんか結構難しいから。だから俺はやっぱベストはもう本当だからやりたい職種をもうちゃんと学生時代に見定めて、もうちゃんとそういうミスマッチがないように調べた上で、まあ年生まれとかももちろん大事で、そういうのも全然正しいと思うんだけど、まずはそういう職種を第一に見てた方がいいと俺は思うな。ああ、みんな同じこと言ってんですよね。僕も自分のなんか消費エネルギーが少ないこと、分野を見つけましょうって言ってたし、隅田も、自分の得意なことだったり、そういうことを見定めましょうって言ってたんで、結局なんかみんな言ってることは一緒なんですよね。そうだね。なるほど。それ大事だと思うな。で、その一つなんかいいところだなって思ったのが、やっぱり、そのウェブ系の記事だったり、こういうなんかコンテンツっておっしゃってたじゃないですか。はいはい、コンテンツの強みって、もうその、自分の労働時間外で働いてくれるところだと思うんですよね。そうだね。それが。確かに。もう寝てる時も、その、見てる人を、その、記事とか、ブログが楽しませるっていう、動画もそうだと思うんですけど。そうだね。うん、そうじゃないと多分、あれですよね、コスパよく、パフォーマンス出ないと思うんですよね。確かに。それはありましたね。あ、そういうちょっと展望ということで。そうだね、そんな感じかな。ありがとうございました。多分もう僕的に個人的にはもう正解ルートだと思います。どうなんですかね。まあもちろんその、まあ大変なこともあるけど、俺はやっぱ楽しいじゃないけど、自分で選んだ、これが本当にやりたいっていう風に見て選んだ職だから。なるほど、なるほど。確かに、内容にそういうふうに思考が向いちゃうっていうのはあると思いますね。ゆくゆく。そうだね。うん。多分その、お金だったり、福利厚生に恵まれて、なんか気づけたことがあるんでしょうね、多分。内容。まあね、そうだね。内容のねだりじゃないと思うんですけど、多分もっと高いレベルにっていうふうに言ったのかなって思いました。そうだね。なるほど。めちゃくちゃ貴重なお話でした。ありがとうございます。はい、ということで、またなんかしばらく経ってなんかまた進展があったらまたインタビューさせていただきたいと思ってますので。はいはい、あ、わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はわざわざ本当にお忙しいところありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ということで、締めさせていただきます。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.